どうも、チレキの上野でございます。頑張りましょう。いきます。共通テスト地理、理日本の工業。ということでございます。はい、えー、たくさんコメント欄の方で要望をいただきまして、まあ、その中で、まあ、日本のことをやってくださいという、まあ、こう、要望が特に多かったかなと思いました。えー、なので今回はその中でも日本の工業を扱っていこうと思います。えー、日本の工業に関しまして、まあ、ちょっとこれはですね、他の工業、他の地域の工業とは違う点がありまして、それは時系列とともに学んでいかなければならないという点だと思ってください。 他の地域、他の国なんかはですね、この場所で何をし、生産していますよとかっていうところが分かればある程度 OK なんですけども、日本はこの時代はここでこれを作っていました。それがこの時代にはこう変わりましたみたいな感じで、変化というものをまあですね、時系列で縦の軸で示していくっていうことも必要になってきます。まあなので、そのあたりをこう理解できるようなプリントというのを今回ご用意いたしました。パーンですね。<laughs> え、概要欄で、ねえー、これダウンロード可能なものになっております。 まあこれ、ちょっと普段とテイストが違うんですけれども、これはですね、ちょっと思い出深いものでして、僕が予備校講師を始めてまあ2年目ぐらいの時に使っていたものなんですね。まあ、ちょっとこれを使わなくなって久しくなりましたので、ちょっとあのそのままね眠らせておくのももったいないから、今回ちょっと使ってあげようかということで引っ張り出してきたものになります。だからなんかワード調のね、漢字のままの書式になっているのはまあそのためだと思っていただきたいと思います。 はい。で、まあ、日本の工業の発展段階を今回は4段階に分けさせていただくことにしました。第一段階、食産工業の流星。まあ、だいぶ昔ですよね。明治時代とか。で、第二段階目は昭和の戦前時代です。で、戦後。え昭和の戦後の時代ですね。そして、石油危機以降。まあ、これもまあ、昭和なんですけども。まあ、要は現代に至るまでのまあ、頃だというふうに考えていきましょう。この4つの年代を分けまして、どこで何を作っていたのかというところをですね、地図も交えながら説明をしていこうかと思っております。では、参、ま、りましょうか。 はい、えー、まず日本の工業の歴史、第1段階目は食産工業です。食産工業、この言葉なんですけども、生産を増やして、つまりはたくさんものを作って、そして工業、事業を起こしていく、今までやってなかったものを、まあ、作り始めていく、事業を起こしていくという、まあ、そういったことをですね、食産工業という4文字で呼んでいっておりました。 はい。まあ、このスローガンは明治政府によって掲げられたものでもあるのですけれども、まあ、それまでのですね、江戸時代というのはとにかく日本って遅れていたわけですよ。まあ、なんか他の国が産業革命やとか言うて蒸気機関でなんか物を動かしてみたりだとかってことをやっていくことをやっていた中で、まあ、日本っていわゆる鎖国っていうのをやってましたから、まあ、欧米でなんかその進んだ技術があることすら知りい、知り得なかったわけですよね。 それが1853年幕末になりまして、なんかペリーとか呼ばれる人がなんか裏側にブーって来航してなんか大砲をドガーンとかぶっぱなして開国しててくださいよってやってきたもんだから、やばいなと。 そんなことになったのかと。いうことで、まあ、そのペリーとかとまあ話をしていくと、なんか蒸気機関車がシュッポシュッポ走ってますよみたいなところをも、まざまざ見せつけられて、やばいやんと。俺たちもこれ取り入れなあかんやんって言って、慌ててそれで、えー、事業を起こしていく。そして、まあ、それでたくさんのものを作っていき、そして欧米列強に肩を並べていく強い国に俺たちはなっていくんだ、という、まあ、そういう強い意志でですね、えー、海外の技術をどんどん導入してきました。フランス人の技師のブリューナさんの指導のもとで、こちらですね、センター試験治療の時代に問われたことがありました。軍 島県に富岡製糸場といいうのが設立をされましたはいえー、世界文化遺産にもですね登録をされてもう10年ぐらい経つわけなんですけれども、えー、この富岡製糸場というものが設立をされていきましてでその後ですねそれでたくさんの布をまあ折って、まあ、その糸を作ってとかやっていく。 ことをしながら、えー、その後に日清戦争というのが戦われました。日清戦争で勝ちまして、そして下関条約でも巨額の賠償金をゲットしました。だったんですけれども、まあ、日本というのはこの日清戦争を勝ちはしたんですが、非常に悔しい思いをしております。あのですね、ロシアという国が、まあ、ま、えー、やってきてまいりまして、で、日本がせっかく奪い取ったですね、レオトン半島という土地を奪い取っていったんですよ。 それでですね、もうこれは悔しいと。リアオトン半島をゲットできれば、日本はそこに軍隊を置くことができて、リアオトン半島の南にあります朝鮮半島の方に対してもすぐに軍隊を派遣できて、まあそういう朝鮮半島に意見を言うことができるようになり、やがては朝鮮半島、というかまあ韓国を自分のものとして併合していこうということをプランとして考えていたのに、そこにロシア軍が駐留するってことが始まりましたので、これ悔しいと。何としてもロシアに対して戦って勝たなければならないんだって、これ何の科目の授業なんでしょうか。まあ、そんな風に考え始めたわけなんですよ。 で、じゃあ、ロシアと戦って勝つためには、やっぱり、まあ、軍事力の増強が必要である。その、軍事力の増強をするために、じゃあ、一体何をすることが必要なのか。まあ、例えば、それは武器を作るにしましてもですね、軍艦を作るにしましても、何よりもやっぱ大事なのは鉄なんです。ですから、鉄鋼というものを生産していこうと、そのためには製鉄所が必要である。製鉄所というのを、じゃあ、どこに作っていたのか。さあ、参りましょう。ここです。福岡県北九州市に八幡製鉄所が設立をされましたと。 はい。現在の日本製鉄というまあ企業名称ですね。八幡製鉄所が出来上がることになりましたということなんです。でただ、思いませんかなんで八幡製鉄所なんだと。別にさ、製鉄所っていうのはもちろんその人手が必要なんだから、じゃあ人口の多いなんか大阪でもいいし、東京でもいいし、まあ、どこでやってもいいはずじゃないですか。なんで八幡なんだと。変なところに作りやがってて、まあこう違和感を抱いていただきたいわけであります。はい。見ていただきましたら、 こ,こですね北九州ここです。で、鉄鉱石はあの青色で塗ってきましたので、鉄鉱業もえ青色で塗っていくことにしましょうか。北九州、こちらはもちろん鉄鉱業でございます。<laughs> で、えー、改めて考えていただきたいのですけれども、なぜこの場所で鉄鉱業ができたんだろうかというところなんですが、まず立地条件の1つ目としましては、筑豊丹田の存在、これが大きいでしょう。<laughs> 蓄穂丹田、まあだから九州には丹田があるんだということが一つの理由として上がってくるわけですよね。もちろんえ鉄鋼業をするためには鉄鉱石の不純物を取り除く還元剤であります石炭が必要になります。で当時まあ、日本の石炭の自給率でまあ8割超えてましたから、実は石炭でいろんなところで取れたりするんですけれども、まあ、その中でもこの蓄穂丹田の産出量は非常に多く、まずはこれで燃やすものは揃っているんだと。 ただ日本も残念ながらですね、鉄鉱石は持ってないんですよ。ですから、この鉄鉱石というものはどこかから輸入しなければならないとなった時に、ここでですね、日本は、えー、輸入先としまして選んだのが中国です。中国の、まあ、タイエ鉄山とかいう名前の、まあ、鉄山が有名なんですけども、中国の鉄鉱石。これを輸入する上でひ、えー、非常に適した位置にあったのが、これが、えー、北九州だったわけであります。 ま、やっぱりね、いつの時代も、あの、中国に渡る時の玄関口っていうのは、ええー、まあ、やっぱ北九州なわけですよ。太宰府からこう、検討支線を派遣しますとかね。ええー、モンゴル軍が朝鮮半島から攻めてきましたとか、何しても中国にほど近いのが九州の北の方になっているわけなんです。だから、ま、鉄鉱石輸入しやすいですよと。しかも近くに鍛錬もありますよ。最高じゃねえのっていうことで、それで鉄鉱業が発展を遂げることになっていたという背景がありますよね。ってことです。 はい。で、それで鉄工業によって流星を極めていった、まあ、これがですね、えっ、ー、と、北九州工業地帯だったんですが、昭和の戦前時代になってもやっぱりその生産量非常に多く、これは、ま、日本の中でも一番工業発展を遂げているところは北九州なのではないのかと思いそうなところではあるのですけれども、えー、第2段階目、次に参りましょうか。第2段階目、戦前の段階で、あの、工業集穫学的なところで一番、まあ、多かったのが、この北九州工業地帯でもなく、そして中京工業地帯、現在の1位ですよね、でもなく、 そして首都圏であります京浜工業地帯でもなくはいこちらです繊維産業を中心としていた阪神工業地帯これがですね首位に驚り出ることになったわけなんですね。 はい、本当に素晴らしいところです。やっぱり繊維産業もですね、軍服とか作っていくわけなんで、これも軍需産業の一環になるわけなんですよ。ですから、まあ、昭和の、まあ、だんだんとこう、戦争が近づいてきて、で、これ、あの、出荷額1位になったのって36年なんですけども、まあ、これだからちょうどその満州事変が31年とかで、まあ、間もなく日中戦争かな、みたいな、結構戦艦期みたいな時期なんです。だから、まあ、軍服作っていこうと、繊維製品作っていこうっていうのは非常に需要が高いところでありましたから、<laughs> 阪神工業地体は非常に繊維産業では流星を極めたところになっておりました。 で、ただ、あの、注意点としまして、まあ、阪神工業地帯、繊維産業で最初は発展を遂げましたが、現代の2020、まあ、この動画3年、え、におきましても、未だにわてら、布ばっかり折ってまんねんみたいな、そのコテコテの関西弁でそんなこと言わないですよね。阪神工業地帯が未だに繊維産業ばかりをやっているのかというと、そうではありません。さあ、こちらちょっと、鉄鉱石と同じ色のマーカー、青マーカーで塗らせていただきますが、現在の阪神工業地帯は何を頑張っていますか、金属です。 まああのー、今も住んでないから言っちゃっていいと思うんですけど僕はあのもともと西宮っていうあの兵庫県のね阪神甲子園球場の近くの,あの場所に住んでおりましたでその西宮の僕の家の向かいには板金工場とかいっぱいありましたしね かなりなんか金属工業頑張ってるなっていう感がすごい伺い知れました。まああとはあの阪神工業社で大阪入っていきますけれども、まあ東大阪とかはね、かなり金属工業のまあ中心地として言っていいと思います。あのー、なんかロケットを飛ばすとき、ロケットのまあ部品として使われるネジ、あれは東大阪のネジ工場で生まれましたとかね、そういうのも有名な話だったりしますし。 あとは、お笑い芸人の金属バット、えー。金属バットがなぜ金属という名前を使っているのかというと、そういう板金とか鍛蔵とかそういったところを行う工業高校に二人が通っていたからというところも背景があったりとかします。大阪生まれの金属バットみたいな感じでね、えー、金属工業と大阪・阪神を結びつけていただければ嬉しいなというところでした。ー、ね。ということで、えー、金属工業を現在頑張っているんですが、もともとは阪神工業自体が出荷額1位だったんだと。いうことはぜひ知っていただきたいところであります。 さあ、で、なんですけれどもね。まあね。阪神と名前を関したものが最初1位になったら、だいたい2023年は除きますけども、だいたい2023年は除きますけども、だいたいあ、あの、2023年は除きますけれども、だいたい、あの、首位からまあ落ちていく運命なんですよね。戦後もじゃあ阪神工業主体が首位だったのか、そんなことはありません。 第3段階目、戦後に至りましてからは、ちょっと出荷額の首位はまあ変わっていくことになります。まあ、その変わる経緯の中で、阪神工業地帯落ち込んできました。まあ、阪神も頑張ってたんですけど、まあ、余計に伸びてきたところは他にあるって感じですね。で、ただ、明確に落ち込んでいったところが一つあります。それは、八幡製鉄所で流星を極めた北九州工業地帯なんですよ。 はい。えー、こちら書いてありますけども、北九州工業地帯というところが発展をしなくなってしまった理由というのはここでございます。日本の鉄鉱石輸入の先の主流が中国からオーストラリアに変わりましたというところが上がってきてしまいました。まあね、あの、オーストラリアっていうのは、これはまあ、ここに付き加えて書いておきますけども、石炭の輸入先としても非常に優秀です。 でだから、鉄鉱石も石炭もオーストラリアが安くで売ってくださいますよっていうふうに言ってくださったんですよ。それはありがたい。だから中国ではなくてオーストラリアから鉄鉱石も石炭ももらおうかとなりました。 まあでも別にさ、その、鉄鉱石オーストラリアが買うよりも、北九州っていうのは北九州なんだから、中国に近いんだから、中国から鉄鉱石買ったらよろしいやんってやっぱなってしまうところですよね。で、なんでそれオーストラリアに変えてしまったんだろうかというところなのですが、理由としましては、1949年という年です。この年に中国という国が社会主義化してしまったんですね。うん まあ、あの、中華人民共和国という名前に改められまして、で、まあ、旗印も赤色のあの、星、点点点みたいな感じのやつになってるわけですよね。で、まあ、戦後間もないこの時期ってもう、要は冷戦が始まってます。冷戦が始まっている中で、青チーム、資本主義側チームの日本というのが、まあ、その敵国の中国から鉄鉱石買う。これはなかなかできないことなんです。 だから、まあ、北九州っていうのは今までは中国の鉄鉱石を輸入するのに非常に便利なリッチだからという理由で鉄鉱業を発展させていた面が強かったのに、そのお得意様の中国から鉄鉱石が入ってこなくなったら何の意味があるんですかと。 で、石炭も、まあ、築法断で今まで掘ってましたけれども、まあ、そこでね、日本人とかが、韓国人とか雇って、それで、まあ、働かせて、それで、えっ、ー、と、掘るよりは、もう、オーストラリアからもう、バンバン取れるやつ買った方が安いやないかと、なってしまいました。もう、そしたらもう完全に北九州って、血の利を活かせませんよね。っていうことで、まあ、なかなかちょっと製鉄業は苦しい事情になってきたというところが、えー、北九州工業地帯の姿であります。 だから、結構昔は頑張ってたんですけども、現在の北九州って、なんか、あの、食品の方を結構主軸に据えるようになってきたんですよね。まあ、あの、どんな企業があるのかなって調べたんですけど、まあ、コカ・コーラウエスト。だから西日本のコカ・コーラ社は結構、あの、北九州が牛耳ってますよ的な感じ。えー、で、ありますとか、とピエトロドレッシングであの、なんか、あの、オレンジ色のキャップのドレッシングがありますね。あれの会社だったりとか、 ま、とかある中で、あの、なんか大体調べたら結構ね、北九州のあたりに本社を置く食品系の工業っていうのは、あの、製粉会社が多いですね。どんだけお前らラーメン食っとんねんみたいなね、感じでありますけれども。まあ、博多行ったらやっぱラーメンはね、行くべきですから、えー、まあそのラーメンの単麺を提供してくれる製粉工場みたいなところをたくさん一点に引き受けているのが北九州だという、まあそういうイメージだと思われます。 はい、でまあ元,元に戻りますけれども鉄鉱石石炭こういったものがオーストラリアからこう入ってくるようになってきました。 で、さらにですね、原油。まあ、これもですね、サウジアラビアなど中東の方からたくさん入ってくるようになってきます。まあ、もともと原油っていうのは、まあなんか ABCD ラインみたいなものが戦時中出来上がってまして、A がアメリカ、B がブリテン、イギリス、C が中国、チャイナ、D がダッチ、オーランダですね。といった、まあだから当時の先進国的なところから多めにまあ入ってきていたんですけども、先進国のホール石油って高いですから、そんなガンガン入ってくるわけではなかったんですよね。 けれども、書いてありますように、エネルギー革命というのは起こってきます。エネルギー革命というのは、中東の産油国が石油の採掘を始めたことによって、安価で石油が使えるようになって、エネルギーの主体が世界全体で石炭からここに書いてあります。石油、ま、ないし天然ガスにとって変わったことを指す言葉です。 これがまあだいたい50年代ぐらいの出来事ですから、その50年代の終盤ぐらいから日本も石油をガンガン使っていく、そして石炭も鉄鉱石もガンガンオーストラリアから輸入してそれを燃やしていくという、そういうような工業生産に切り替わっていくようになります。で、今言いましたけれども、そういう石油をガンガン燃やしていきますような形で発展していく工業、それは例えば石油化学工業になりますよね。そして石炭と鉄鉱石、これを燃え合わせて鋼、鉄鋼を作っていきますのはもちろん鉄鉱業です。 その鉄鋼から作られ、そして石油で動いていく船、これを作っていく造船業、こういったものが、まあ、戦後、この第3段階目では発展を遂げるんですが、今言った造船業、それから鉄鋼業、それから石油化学工業、こういったところの産業というのは、一般にこのような形の名称で呼ばれます。うん、重工長大型産業というふうに言います。 これはだから作るもののサイズ感を表した言葉ですよね。重いもの、厚いもの、長いもの、大きいものみたいな。そういうものを作る。まあもうなんかまあ考えたら重化学工業なんですけども、というものを頑張っていきましょうよ、というふうに戦後はなっていきました。で、じゃあ、どの場所が、えー、その重厚頂点型産業で栄えていくのか。 鉄鉱石も石炭もオーストラリアから入ってきます。南の国オーストラリアから入ってくるならば、その南側に開けているところの地域が鉄鉱業で栄えそう、造船業で栄えそうだし、そして石油化学工業の必要な原油、石油、こういったものもサウジアラビアから入ってきます。サウジアラビアからやってくるタンカーは結局南の方からボーってね、えー、ボーってこう、ボーって。 っってきますから南側に開けたところがやっぱり優秀で、しょうでその中でも特にトップランナーを走ってきましたのが、それが阪神に変わりまして、首位になりました。憎たらしいですね。はいこ、こちらでございます。いきましょう。ピンクマーカーによりまして、京浜工業地帯塗っておりましょう。はい。で、他にも南側に開けたところということで、申しましたら、例えば、えー、京葉工業地域ありますね。 えーですとか、四日市、えー、コンビナーとか有名です。和歌山、えー、これまあ、和歌山ピンクというか、ごめんなさい、ピンクじゃなくて、これ青にしとこう、鉄工業。そして、瀬戸内工業地域ですね。えー、岡山とか広島とか、このあたりが内包されていきます。そして、大分。といったところが非常に優秀です。まあ、オイルタンカーがボーって、こう来る感じのイメージですよね。 なので、大分。まあ、製鉄業も非常に盛んでありますから、製鉄のカラーの青もちょっとまああの一緒になぞっとこうと思います。で、瀬戸地。まあ、倉敷市とか非常に有名でありますけども、コンビナとかも非常に綺麗でございます。はい。ということで。 まあかなり工業地域としては発展を遂げたのが瀬戸内工業地域。まあ、コンビナートは夜間でも操業可能な感じで、まあ、その光のが非常に照らされてますから、中国地方にお住まいの方はコンビナートの夜景を見るというデートプランを組むことが多いらしいです。ごらんコンビナートの夜景夜景じゃけえのみたいな、ね、感じでこう見せるらしいです。まあ、これがそのコンビナートの夜景です。パーンあコンビニのナゲットですね。パーンこんな感じです。はい。<laughs> ということです。 あと注意点としまして、あの、京陽工業地域ありますよね。えー、皆さん、あの、京陽工業地域を構成する都道府県を全て答えてください。と言われまして、どこが思い浮かびましたでしょうか。これね、あの、東京湾に名しているから、軽っていうワードをつけてるに過ぎず、まあ、慶応工業地域ってその、まあ、構成は、まあ、基本的にちょっと語弊あるんですけど、千葉だけだと思ってください。東京一部分含めるべきかっていう考え方もあるんですけど、まあ、基本的に千葉が大部分京陽工業地域を構成しているんです。ね。 <laughs> あのさ千葉ってそういうとこあるよね。うん、すぐ東京のいを借りるじゃないですか。東京ディズニーランドとかでも何が東京ディズニーランドやねお前浦安ネズミーランドちゃうんかそれっていうね。いうような感じでまあその平洋工業地域と。 言ってますが、まあ、ほぼほぼ千葉だと思っていただいて結構だと思います。えー、そして注意点その2です。京浜工業地帯はもちろん東京が入ってきますから、東京っていう、まあこのやっぱり、ね、人口が一番集まってるところ、まあ僕が今その動画を配信してるこの場所というのは、まあその石油化学工業を一辺とで語れるものじゃないですから、現代のあの京浜工業地帯は何を頑張ってるのかというのを列挙しておきますと、まず、京浜の方になってきますけども、まあ、自動車。 の生産。まあ、神奈川ってたあの、日産がありますからね。その、車の生産は非常に優秀であるというところだったりとか、あとは、えー、ICT。情報産業ですよね。というところが発展を遂げていくであるとか、それからあとは、えっ、ー、と、出版、印刷。ですよね。こういったところもやっぱり立地傾向的には、まあ、人口の多いところに集中するに決まってると思います。うん だってどうでしょうそのね、例えば印刷、えー、新聞社が、山形県の山奥の一っ子一人住んでないみたいなところに、新聞社があったらどうなりますかえー、興味ね、菅首相は記者会見で、とか、言いか、言いかねないですよね。そんなことないかな。とか、 えー、ファッション誌とかのまあ出版社これがねやっぱりまあ都会にあるから、まあ、街歩く人たちに対してまあ情報を発信しやすいわけですよね山形県の山奥にファッション誌の本社があったら今年の春は門ペが流行るとか書きかねないですよね山形県の人ごめんなさい、はい、そんな感じでやっぱりまあ情報の中心地東京にあることが出版印刷は意義があると思いますであとそれからあとはコンテンツ産業 みたいなところも結構東京にありがちっていうところが分かりやすいですからね。まあ、コンテンツってアニメ、映画、ゲーム様々ありますけれども、割かし最近のあのセンター試験の問題でゲームのあの、ま、あ勢さがどこで盛んかっていうのは出たことがありました。まあ、もちろん東京なんですよ。 ま、例えばね、有名なのは新宿にあの、スクエアエニックスの本社があって、僕も行ったことはありますけど、なかなか綺麗な建物なんですよ。非常に美しいなと思いましたとか。まあ、バンダイだったり、ナムコだったり、様々なところがあったりとかしますけども、ま、ちょっとそこで余談を挟ましていただきますと、あの、皆さんね、ゲーム会社と言われて、一発目に思い浮かべるのって、ま、ちょっと今話題に挙げました、スクエアエニックスですか、セガですか、バンナムですか、コナミですかと。 まあ、っていう人もいるのかもしれないです。まあ、やるゲームによりけりかもしれませんが、まあ、日本国民全体に対して、ゲーム会社といえばっていう、まあ、その問いをしたら、多分一番多い回答って、僕はね、任天堂だと思ってます。で、ただ、この任天堂なんですけども、本社どこにあるか知ってますか、まあ、これは、あの、僕らの地元だったら結構有名な話なんですけども、任天堂の本社はね、京都にあるんです。 で、京都市の、ね、紙飛ば区保た立町やったかななんかそんな感じのちょっと調べときますけども、っていうところに本社がありまして、保護立町というところに本社があるゆえに、あの、ピクミンの舞台となる星の名前が保護立星という星やったというね、ことは、まあ、任天堂マニアでは有名な話だと思います。はい。花札からですね、発展をした会社なので、まあ、花札が作られてそうな京都という宮城なところが、えー、その、まあ、本社になっているわけなんですけども、 あの京都に任天堂がありますということが一体じゃあどう問題出たのかという、えー、とですね3つの統計データの上位5位の都道府県が示されるというものでしたそれは老人ホームそれからですね宿泊施設それからあとはゲームの生産が盛んな都道府県というこの3つのランキングが5位まで示されてるんですよでねあの,あのね宿泊客数とかっていうところのランキングを示されたら,ら京都多そうじゃないですか でなんんでですすけど宿泊客数は普通に東京が多いんですまあやっぱそこは多いですしあとそれから長野とか結構あと新潟とかその辺が結構上位に来るんです、ま、たあのスキーリゾート的なところなんでねなのでそのスキー客が泊まるところのホテルみたいなものが上位に入ってくるということで実はそのなんか京都ってそんなに泊まらないというでただまあ,あのゲームのランキングではやっぱ東京が多いんですけども京都が入ってくるんですよ任天堂があるので。 で、なんで、京都が入っているものを観光客数かな、宿泊客数かなって思って間違えるんです、まあ。そういう問題が出たことありますから、京都に任天堂があるというのはちょっと知っておいていただきたいなというところでした。はい。僕はあの京都の,あの大学生だったので、えー、京都に下宿をしながらですね、まあ、一応まあダメ元で説明会ぐらい行,け行って、まあ、ちょっとあの入社試験も受けてみようかみたいな感じで、任天堂受けたこと実はあります。で、ありまして、で説明会行ったんですよ。本当面白かった。 あの、まずパンフレットがね、花札の形してて、そのなんか桜の20点の花札の前に、あの、リクルートスーツを着たあの赤、赤い帽子をかぶった髭の人が、こういう向きでヤフーで座ってるというか立ってるみたいな、そういう絵柄のあの、あの、会社の情報が書かれたパンフレットが渡されて、もう大いに感動しました。 これもらっただけでも非常に価値があったなぁと僕は思ってるんですけれども、説明会が面白くてですね、なんか社員の方を、まあそんなんか、あの、就活生10人ぐらいで囲んでお話を聞くっていう、そういう、まあバーだったんです。で、まあ何の話を聞いたかそんな覚えてないんですけど、何、まあ、せね、最初自己紹介で名前と好きなゲームを答えていくっていう、そういう場が設けられたんですね。で、僕トップバッターだったんで、まあまあまあ名前を言いまして、で、 好きなゲーム何しようかなと思ったんですけど、これは僕はもう事実として本当に一番好きだったんで当時。なので、えー、上野修と申します。何年大学か,から参りました。よろしくお願いいたします。とえー、私の一番好きなゲームは、えー、ゼルダの伝説、時のオカリナでございます。と。まあ、こう答えました。ゼルダマジ面白いですからね。時岡がマジで最強で、まあ、時岡を超えるゲームはないだろうと思ってたら、ブレイワイが超えてきて、ティア・キンが更に超えてきたんですけど、まあ置いといて。 で、僕がそう、先頭でこう答えたから、残りの9人ぐらいの就活生あ、これこういう流れね、と。要は、そう、任天堂のゲームを答えて、その、こびていく流れね、みたいな感じに組み取れたのか、えー、次の人もなんか、スーパーマリオ、サンシャインでございますとか、えー、ポケットモンスター、サファイアですとかね、ルビーでもええやん、みたいなね。その方の回答をいっぱいしていきまして、わー、これ任天堂激ヨしいみたいなムードが出来上がってたんですけれども、最後の女の子、まず茶髪、めちゃくちゃ口紅、めちゃめちゃチーク、みたいな、もう舐めとんな就活をこいつっていう子が、 えっと私はツムツムですって言って場が凍りついたことがありました。はい、当時ってね。まあ、10年ぐらい前なんですけど、あのしゅあの任天堂がまだそのスマホにアプリを供給してなくってス、スマホアプリがまあ売り上げをこう食ってるということで、目の敵にしてた時代なんですよ。そんな時にツムツムを言うなとね。 逆に先輩社員からは、こいつ骨のあるやつだって言って評価されてる可能性はなきにしてもあらずですが。まあそれは置いときまして、ちょっと次の話に参りましょうか。はい。ということでですね、今までまあ日の目を見る勢いで本当に頑張ってきた、えー、重厚長大型産業でございました。鉄鉱石を石炭を輸入して、そして原油を輸入して、鉄鉱石と石炭を燃やして鉄鉱を作って、それをまあ元にして船を作って、その船を動かすために石油なをダウンどウ輸入していって、 そんな形で石油化学工業、鉄工業、造船業、いっぱい頑張ってきました。が、そんな産業構造をやってきていた日本に対してはもう大いなる向かい風が襲ってくることになります。そう、皆さんご存知のこちら、石油危機ですよね。石油危機は何年に発生しましたかさすがにもうこのね、まあこの動画12月公開ですから、まあ、お答えできると思ってるんですけど、この時期だったら。1973と79年です。 中東戦争第4次、これが73年でイラン革命がこれが79年これらをきっかけに石油値段がドカーンって上がっていく石油危機が勃発をしました覚え方は石油の少なさによってみんなが苦しむわけなんで石油のなさに泣くというふうに覚えていきましょうなさが73泣くが79とということでございますじゃあこういうことになって石油の値段がドーンと上がっているのにこれまで通り重厚頂戴産,産業をかんだ重厚頂戴型産業を続けられるだろうかと いや、厳しいんじゃないですか。また石油の値段がドカーンって上がったら、もうそんな重厚頂戴ばっかりやってたら、もう産業崩れてまうでと。だから、これからはなるべく石油を燃やさずに頑張れるような、そういうふうな産業構造を模索するべきなのではないのか、ということで始まっていきましたのが、例えば電気機械。これを略して電気というふうに言います。山田電気ですよね。電気。だから、まあ家電製品でございます。 だったりとかそれから自動車それから IC あんまり石油を燃やさずに製造可能なものをどんどん作っていこうじゃないかというところに産業構造が切り替わっていきました、まあ、これらは重くもなければ厚くもなければ長くも大きくもありません全部の逆をとって軽薄単焦型産業というふうにこれを呼ぶことになります軽薄単焦重いの反対軽い厚いの反対薄い長い大きいの反対が短い小さいだと軽薄単焦です なんかえげつないい悪口みたいですよねお前なんか契約で単勝やなみたいなすっげえ悪口みたいな感じがしますけれども電気機械自動車 IC こういったものの生産を頑張っていくことになります。はい で、まあ、特にその石油の値段が上がってるという時代に、まあ、ヒーローになれるのはなるべく石油をてかまあガソリンを燃やさずに走ってくれる低燃費の車ななわけなんです、まあ、だからまあアメリカなんか本当にもうでっかいごっつい車ばっかり走ってますから燃費最悪なんですけどもそこに対してうちの燃費いい車どうですかって売りさばいていったのがこれが愛知県豊田市に本社を置きますトヨタ自動車でありました。 自動車は技術の推移を集めてますので、まあ、ちょっと色合い変えまして、まあ、その先端技術カラーみたいな感じにしましょう。宗教工業地帯というところが、やっぱりもちろんこれは自動車によって成長を遂げることになり、現在の出荷額ももちろん主義です。他にそういう輸送機械、車の生産が盛んなところという、車というかね、えー、輸送機械の生産が盛んなところというと、まあ、東海ですね。東海工業地域を構成する都道府県をすべてお答えください。はい、大丈夫ですね。静岡だけです。 ま浜松が結構中心になりますけどもでちなみに、えー、東海工業地域は、えー、とバイクそして楽器っていうところで、まあ、その輸送機械なんかでもバイクですねオートバイですわこちらの生産が有名ですバイクも作ってそして楽器も作ってということができる浜松市に本社を置きます企業というのはどうでしょうか正解はドレミファソーラファミレドーソーファミソファミレソーファミソファミレでおなじみヤマハでございます ヤマハはなぜ東海工業地域に本社を置いたんだろうかと。まあ、静岡県って富士山に非常に近いです。まあ、たくさん木が生えてます。富士の樹海いうぐらいですからね。木がいっぱい生えています。ですから、もともと静岡県っていうのは紙パルプの生産においても全国1位なんですよ。 で楽器ってさやっぱりまあピアノにしてもギターにしてもやっぱりそれは気を使いますから優秀な木材が豊富に取れる静岡って最高じゃんみたいな感じでそれでこのまあ東海工業地域のところにまあドスーンと山が構えるようになってきました、はい。他精密機械に関しましてなんですけども精密機械はやっぱり細かい部品を扱いますから空気が澄んだところの方が望ましい予定山がちな場所であります長野県。 この場所が非常にこう精密機械工業として栄えていくことになったというところです。同じように山勝ちであるから空気がきれいだということを理由に精密機械産業は栄えている国が皆さんの頭の中に今浮かんでいると嬉しいなというところなんですけど、出てきましたかもちろんスイスですね。アルプス山脈に近いところで山が高くて空気がきれいで時計ロレックス作りますよというところはヨーロッパの工業でやってます。はい。 そして、関東内陸、まあ、あの、スバルとかの工場とかがあったりします。こちらも車が非常に有名でして、群馬県太田市とかは結構ですね、自動車工場がたくさん集まっていて、そこで働くために日系ブラジル人の方とか、ペルー人の方とかが訪れてらっしゃいますというところは有名です。ブラジル人、ペルー人の方は、トヨタの方にもですね、自動車製造工場のために今働きに来るという方が多くいらっしゃいますので、まあ、愛知県民どこに、愛知じゃないわ、ブラジル人どこに多いですかとか聞かれたら、まあ、愛知、群馬あたりを答えられるようになっていただきたいというところですね。 はい。さらに IC 工場で言いましたら IC の原料で使われるシリコンの名前を冠したシリコンロードでありますこちら東北地方 IC です今言いましたシリコンロードも書き加えておきましょう今日いっぱい書きますね東北地方はロードつまりは道路沿いに工場があります ま、IC ってちっちゃいですからね。だから車でもたくさん運べます。小型軽量、高価なものを運ぶのに自動車は適していますから、まあ、自動車道沿いに IC 工場がいっぱい成り立ったと。さらには東北地方、人件費も、それから土地も安いので、その点もメリットと言えるでしょう。土地も人件費も安いですよという点におきましては、やっぱりそれは言い方あれですけど、田舎であります、九州も同じことが言えると思います。九州地方も緑で塗りまして、こちらも IC。 から九州は島ですからシリコンアイランドという呼ばれ方がなされますはいですねでそして、まあ、アイランドを脱ぎ出すためには飛行機で飛んでいくわけなんで空港沿いのところにこの IC の工場がたくさんありますよというところが知られますえちなみにですね現在九州は、まあ、九州は島なんですけどカーアイランドという呼ばれ方もするようになりまして自動車の生産も多くなってきました 自動車に関しましても結局土地、人件費が安いことは非常に優秀な条件になるわけなんですけれども、九州はね、九州大学工学部とか結構偏差値高いですから、研究開発の人材もしっかり揃っているということで、なので、まあ、結構あの自動車の生産拠点、研究開発拠点ということで、まあ、両面での発展を期待されているところになります。はい、ということでした。で、九州の余談で言うと、まあ、余談ってあれなんですけども、オレンジマーカーでしょうかな。こちらです。 はい、山口県と福岡県、山口は秋吉台、福岡県は平尾台と聞いて何を思い浮かべましたかと、カルスト地形ですね、カルスト地形は石灰岩からなる地層が養殖されて生み出された穴ぼこの地形です、石灰岩がいっぱいありますので、その石灰岩を原料としますセメント工業が栄えてきますというところです。はい、では続きまして、またもう一回、中部の方に戻ってきてまいりまして、こちら、富山県の方に行きましょう。 富山も緑の先端系で、ピンクの石油化学系で、青の鉄鋼系、そして黄色の繊維系の枠組みにはちょっと収まらないので、ちょっと、あの、オレンジにします。で、この富山県なんですけどこれ何を頑張っていますかとえ言われましたらですね、こちらはアルミ工業を頑張っています。でそのアルミ工業をじゃあ頑張るためには、もちろんながらアルミニウムが必要です。まあ、そのアルミサッシとかを作るのがアルミ工業なので、アルミニウムを作るのはまた別の過程になりますよね。 でだからそのアルミニウムを持ってくるわけなんですが、まあ、その導線をこう描きましたこれアルミニウムを海の向こうから持ってきている感じのイメージですねこちらなんですけどもどこから持ってきているのかフロムロシアですはい ロシアは東の方に三日月のような形をした湖バイカル湖というのがあります非常に深さが、まあ、深いことで有名で透明度も高いとこのバイカル湖断層湖と呼ばれるものに分類されるのですが,が高いところにありますから高いところからそのまあバイカル湖の水が、まあ、高さを持って流れてきます なので、そのまあ流れ落ちる水をですね、使ってタービンを回せば水力発電が可能。アルミニウムはその精錬をするために電気分解が必要なので、電気を大量に消費する。電気代が安いのは水力発電なので、水力発電を行っているアンガラバイカル工業地帯はアルミニウムの精錬が非常に行われております。でそのアルミニウムをシビリガ鉄道でウラジオストク港の方あたりに運んでいき、日本海をこう渡っていきまして、この富山県日本海側に届けられていくんだと。 だから、金属工業の盛んさは結構、このまあ富山県有名でありますから、えー、かつて伏木という港のところでアルミニウムが輸入されているというところが、地域調査で問われたこともありましたので、まあ、ちょっとこの富山にアルミのイメージは持っといてほしいなというところでした。はい。ブラックラーネは有名なね、富山ですね。さあ、ということで、まあ、これで大体やり切りましたよね。ただ一箇所を除きましては。さあ、出ました。試される第一北海道みたいなね、ところです。えー、室蘭。 えこちらはですね、製鉄所が非常に有名。トマコマイ。こちらはですね、うんと書きづらいんですけど、まあ、紙パルプですね。が、まあ、知られております。ただまあ、北海道全域に持っていただきたイメージは、さあ、こちらですね。なんといっても、ズドン。はい。北海道は食品です。 まあ、海の幸とかも非常に有名でございますし、えそして、なんかバターとかそういうなんか乳製品も非常に美味しいですし、バターが一発目じゃないね。ソフトクリームとかね。美味しいですし、夕張メロン。まあ、それはどうかな。えー、だったりとか、もうとにかくジンギスカンとかも非常に美味しいものばかりでございます。北海道には二度ほど行ったことがありました。一度目の北海道旅行はですね、まあ、バスツアー的な感じで行ったんですけどバスガイドさんが、皆さんはこの2泊3日の旅行で、えー、3キロ太ることを目標に頑張ってくださいね。 って言ってましたあ、その積み重ねなのかなと思いました、えー、2回目は2020年に GoTo してきました、えー、で、まあその模様は YouTube に上げておりますのでまあ、よかったら見ていただきたいです受験生は見なくていいですということもありましたね まあ、でもまあ、とにかく本当にね、ほんま3キロぐらい太った気がしますね。食べに食べに食べに食べ尽くして、もうもうブックブックになりました。とにかくジンギスカンからの、えっ、ー、と、味噌ラーメンスミレがやばかったですね。あれはなんでジンギスカンをたらく食べてからラーメン行ったのかもわからない。別腹でしょうって思ったんですけど、そんなことはなかったと、えー、いうことでした。北海道も非常にですね、食べ物が美味しいですので、まあ、ぜひ受験終わったら行ってみていただきたいと思います。行ったことない方はね。 はい。ということで、まざと立地条件見てきてまいりましたけども、もう一回おさらいしときます。まず、 え、第一段階目は、食産工業の時代で、まあ、問われるとしたら、ま、富岡製糸場と八幡製糸場の場所ぐらいかなと思います。で、昭和の戦前の頃には、え、一応、阪神工業自体が、ま、繊維産業で頑張っていくことになりましたと。で、ただ、戦後になりまして、鉄鉱石、石炭、こういったものが輸入されていくことになったときに、オーストラリアからの輸入に切り替わりましたので、オーストラリアからの輸入をしやすい太平洋側の方の県が発展を遂げていくことになりましたよと、と、えー、いうことでして、そして、石油の輸入も結構中東から始まっていきますから、石油化学工業、それから、ま、鉄鉱業、造船業、こういったいわゆる重 業というものは太平洋側で頑張ってきましたとしかし第4段階目でございます石油危機が起こりましたと石油危機が起こったのにまだそんな石油ガブガブ使うようなそんな産業でいいのかということで軽薄単小型産業に切り替わっていきまして特に中京工業地帯のトヨタは自動車の生産が非常に有名で東海工業地域はバイクそしてそれから楽器などの、まあ、とヤマハが有名でありましてでそして IC の生産に関しましては安い土地と人件費が確保できればいいわけなので九州それから東北で小型軽量 高価なものを作る IC なのでまあ、あんまりたくさんのものを運べない飛行機が飛んでいく空港のそばにシリコンアイランド九州それからあとは自動車というまあ、これもあんまりたくさんのものを運べないのでその自動車が走っていく東北自動車道沿いに IC の工場が成り立ちました北海道は食品が非常に美味しいねこの辺りをまとめていただければ十分かと存じますはい えー、次何するかは未定です。まあ、気が向いたら何かやります。日本史の文化史も頑張ります。じゃあ、気長に応援してください。お疲れ様でした。